ございます。朝配信確かに珍しい。そう、今日もねちょっとね朝からゲリラですけど、元気あるよ元気元気けどね、ちょっとまだ頭があんま回ってないかもしれない。朝はね本当に頭が回らないよね。朝ってなんでこんなに頭回んないんだろうね。今日は何曜日？今日って日曜日なのか。じゃあみんなお休み？お仕事とか学校とかお休みなのかな？おはよう。ねえ本当に、まあそうなるよね。いいな、お休みいいね。ゆっくりねまったりとみんなしてください。昨日 CD 抽選会であいみのチェキゲットしてきて、おお、昨日イコラブさんのコンサートで販売されてたやつだよね。夢見るアイドルのチェキかな。そう、チキ、チキ当たったよって方いるかな。パルちゃんありがとう。星さんキラ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 、お星様ありがとう。チキ初めてゲットしては、ありがとう、すごい、おめでとう。どんな感じなの抽選。渡辺ありがとう、くまちゃん、キューピットくまちゃんありがとう。うなんか最近暑くなってきたね、またなぜなぜ。
夏戻ってきてしまった。本当にそう、夏が戻ってきてしまった。クマプありがとう。クマちゃんピシュン。なんかさ、笑ってるのにさ、笑ってるように見えない。なんでだろう。目だけ邪魔ね。感情伝わんないよね。難しい。9月なのに暑いね。暑いね。9月なのにいい目してる。むくんでるよ。マスクはなんかすっぴんっていうのと、あとなんか喉をちょっとガラつくから休ませてあげようかなって。アイメイクしてない。休んでね、ちょっとね、休める時にゆっくり、まあ休まないとね。なんか左の二重幅の調子いいかも。やったー。この以上もうすぐ、そう、もうすぐだよね。結構もうすぐだよね。毎日言ってない。最近調子いいのかも。なんだろう、そういうちょっとした嬉しいって大事だよね。ハッピー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 。なんか前髪が小さな幸せ。そう、やばい、いろいろタスクに追われている。まあ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 、一つ一つやらないといけないことから終わらせていこう。朝からショールーム配信。でもみんな予定とかいろいろあるだろうから、全然ほんとそっちを優先してくださいね。ありがとうね、見に来てくれて。お昼から中華街行くわ。いいなぁ、中華街いいね。中華料理美味しいよね。キックラブさんのコンサート楽しんでください。行かれる方、あ、メイクしながら聞いてる。いいね、メイクしながら。メイキーメイキャーオンリーフォーミー、メイキーメイキャーオンリーフォーミー。あ、そう、眠い。あゆみのメイク配信、あゆみがさ、メイク配信とかさ、したらさ、多分
多分喋んなくなるんだよね。メイク中は喋んなくて、マジでいつもそんな喋るタイプじゃないからなのかな。ルール的に OK だっけ、なんかわかんない。いろんな、わかんないね、何が OK なのか。いいんじゃない。でも喋んなくなっちゃうとさ、なんかさ、メイクにもさ、こう必死になってさ、無言みたいな感じになるから申し訳ないな、それで配信するのは。確かにメイクしながら喋れるのすごいな。おはちゃん、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 かわいい、おはちゃん。クラブさんのコンサートすごかった。ニアジェムいつか大きいステージ佐藤にはありがとう。ニアジェムもいつか大きなステージに。コメント欄で会話、コメント欄で全然会話して大丈夫で、みんなね、お友達増やして。何時から来たの？内緒。あゆみってエゴサするのめっちゃしてるよ、エゴサ。あゆみね、市原あゆみっていうフルネームでね、エゴサしてるの。これからね、ませんよ。ちょっとしないといけないことをしますよ。しないといけないタスクをしますよ。なんかあゆみんでいるとさ、なんかこう違うグループのあゆみんが出てくるから、市原あゆみでやってます。韻律見れないと地味に何言ってんの気になる。韻律、確かに韻律ね。起きた時間内緒、内緒だよ。ちょっとね、秘密だよ。あゆみん激戦区、ちょっと笑った瞬間前髪崩れるの、やめて。秘密主義、そうそうだよ。簡単にね、自分の情報をね、ベラベラと自分から話すもんじゃない。どこからか情報が漏れてね。闇の組織に伝わってしまう。得意料理もすいません、教えれません。内緒です。だから天気とかも言えない。今日天気良かったよねとかなんかやっても、こっちは良くなくても、うんうんって合わせる話を。やばいね。切り返しめっちゃ強いんだよね。もうどうしちゃったんだろうね。危ないからね、いろいろと。
もしかして今日寒いかもね。なんかねこっち天気ね、わかる。今日雪降ってるよね。ね、なんか降り出したね。雷とかも注意しないとね。ほんとね、危ないよね雷ね。この配信は録画流されてるかもしれない。すごすぎる。録画を流すって新しい。受け答えできてるの怖すぎる。怖いね。まあうちスパイだけど気持ちは変わらないよ。え、スパイなの？禁断すぎる。そう、スパイって本当にいるらしいからね。かき氷全然最近食べてないてか、あの全然ね、なんかここ行ったとかマジでなくて、ずっと家にいるから。かき氷美味しいよね。お家にいるの最強の節約術。そう、節約もあるし、あと普通になんか外より全然お家の方が好きで、お家か外かって言ったら普通にお家を取る。やっぱ慣れた環境。そうだね、キイちゃんもいるし。そう、なんかさ、そのさ、地震とかさ、なんかそう自然災害とかもさ、いつ起こるかわかんないじゃん。それもさ怖くて、なんか外に出てる時にそういうのが起きたら、やっぱりモバイル充電器とかもちゃんと外にね持ち歩かないといけないし、もし例えばなんかもうお家に帰れませんで、お家に帰れなくなりましたってなったらやばいし、そういうの考えるとね、お家にいた方が安心だよね。だってさ、外に出てる、ずっと出てたらそりゃさ、ずっと家にいる人より外に出てる人の方がさ、もし何かがあった時お家に帰れなくなる可能性が高くなる。こういうことばっか考えてん。エレベーター壊す、ほんといつ何が起こるかさ分かんないじゃん。そう、人生は死ぬまでの暇つぶしっちゃ暇つぶしなんだけどさ、自然災害とかはさ、どうしようもないんだよね。
理解するよ理解するよ。最近地震来たら怖いよね。そう怖いよね。なんかさ朝ってさ朝うつならん？結構朝うつなって、朝なんかこう朝だからねすごいね全てがね怖くなっちゃう時あるんだよね。夜の方が全然怖くないんだけど、夜行性だからかな。朝ってなんかめっちゃなんかさなんか怖くなっちゃう全てが眠すぎて。サイエンスありがとうコマちゃん、コマティンありがとう。アイミンって映画とか夏目さんと映画行ったりするよ。ホラー映画とかまた今度上映される面白そうな映画見に行こうねって言って、そう映画とかさ結構いろいろ見てるからかな、なんかなんだろう映画ってなかなかさ、なんかその現実で起こらないようなことがさ起こったりするからさ、なんか無駄に想像力が高くなってんのかな。想像力鍛えられてもし外に出てる時にこういう地震が起きたらとか台風が起きたら大雨が起きてお家に帰れなくなってみたいなことがねすごい思い浮かんで、ホラー映画とかもさたくさん見てるとなんかねそうもしかしたらみたいなことをねすごいねそう想像の幅がね広がってるもしこれが全て仮想現実だったら。でもなんかさ仮想現実説あるよね今この現実、5分前に作られましたって可能性が全然あるみたいな。びっくりだけどね。ホラーやめた方がいいよ。ホラーでも楽しいんだよ。面白いんだよねホラー映画。ホラー映画とか奇妙な映画めっちゃ面白いよ。記憶もそうそう全部そうさ。わけわからん。マトリックス、そうそうマトリックスみたいなね。アイミン監督ならどんな映画できるかな。アイミンめっちゃ奇妙なの作りたいな映画。去年まで夜勤で昼寝て夜起きの生活してたら体調崩して、あらやっぱりあれだ、太陽に浴びてないからかも。それあんまり太陽浴びるの大事だよね。たまにもやっとしておる映画あるよね。なんだったんだろうみたいな。そうマジ日光浴びるの大事らしい。本当にね。なんか全然変わるんだって。なんかその感情気持ちの持ち方、主演もやっちゃう、監督もやって主演もやるやばい。ビタミン大事。
エキストラ僕らやります、お願いしますみんなで映画を作る、面白すぎる。もうそんなね、映画作るってなったらね、1ヶ月ぐらいねずっと撮らないとさ、ダメだよね。一日でね撮るとかはダメです。いっぱい時間をかけて撮ります。1ヶ月って早い。1ヶ月あっという間だよ。映画なんかさ、すごいさ、なんか明らかにこれは CG だよねみたいな映画なんかあって、ツイッターで流れてきたやつかな、なんか面白かったな。恐竜のすごいちっちゃい恐竜の映画、もう合成みたいな。自分のおすすめには出ないな人のおすすめに出ないのがさ、めっちゃエミのおすすめに出てきちゃってさ、いやーもうさ、なんかそのおすすめでさ、その人がわかるよね、思わない？おすすめでさ、分かっちゃうんだよ。まあでもそんなね、私のおすすめこういうの出てきますなんて自分から言わないから。鳥さん流れてくる、鳥さんとか、まあなんかニュース系とかめっちゃ流れてくる。可愛い子しか流れてこない。あ、それだよ、それ出た出た、可愛い子がいっぱいのやつ。普段ね、可愛い水着の子しか流れてこない。それ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 俺のおすすめは言えない、大丈夫です、言わなくて大丈夫よみんなね、かわいい、かわいい、かわいい、かわいすぎだよ。馬と行かないで、馬さん、でも少し ヤッホー馬って可愛い、動物がもう可愛いよね。実験です、初めまして。みんな周りメイクしてない、なんか
メイク普段してたらさ、色素沈着みたいな、ちょっとなんかこうすっぴんでもメイクが残り始めるみたいな。動物と赤ちゃんやばいよね。動物と赤ちゃんの組み合わせの癒されとやばいよね。ペンギン癒し、ペンギンかわいい、なんか AI のペンギンみたいな、めっちゃ流れてくる AI が作ったペンギンさん。パグの動画かわいい。動物何飼ってみたいかな。でもなんかね、動物はね、まあ今キイちゃんがいるからあれだけど、まあその子を迎え入れて幸せにできるか不安だし、お出かけとかねしてる時とかも留守番かわいそうだからね、あんまり買わないかな。命を背負うことだもんね。そう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 、そう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 、食って責任あるからね。そうなんだよね。あ、稲妻ロックフェス行くよ、わ楽しみ。稲妻ロックフェスまたちょっとじゃない。稲妻ロックフェスももう、しかもアットジャム、台湾、そうだよ、いっぱいいろいろある。あと何日だろう、2週間ぐらいで皆様のクエスト楽しみ。いろいろね、9月もいっぱいあって、楽しみすぎ。そりとか記念集ロックフェストライオンボディに絶対わかる。この勢いもあるからいっぱいあるよ。キイちゃん幸せかな。対面も1ヶ月後、本当にいっぱいね会えるからね。10月もうどんどん先のことを、10月とかいっぱいね、確かに会えるから。リグルスありがとう、クマちゃんありがとう。イベント多いの嬉しいよね。
立体マスク。イエス。そう、ツアーもすぐ始まるよね。やばいね、結構たくさん立て続けにあるから、脳の容量を増やしたい。どうやったら増えるんだろう。体調落ち着いてやっとイベント行けるから嬉しいよ。落ち着いてきた。早くイベントで会いたいね。イベント覚えることね。そうだね、なんかこう脳のさ容量増やせないかな。覚醒させる。アイクラウド課金、課金。アンキパン、アンキパン欲しい。いろんなこと覚えてるときさ、何こうシワってこう入ってってんのかな。シワが入るんじゃないの、脳にこう覚えましたよみたいになったら。あみさん、今年の秋着ちゃう洋服はどんなですか。どんなのかな。秋って今何が流行ってる。どんなのをみんな着てるっけな。秋、秋なんかさ、あみさん、なんだっけ、何ファッションだっけな、なんかめっちゃ挑戦してみたいファッションあったんだけど、ちょっと忘れちゃったな。なんかね、ファッションね、ファッションセンスがないんだよな。グランジファッションとか思い出した。グランジファッションとか、ヒョウ柄、脳は1割しか使ってないって言ってた。マジで。秋いいよね。動きやすそうなファッションとか、動きやすい服装のおしゃれなファッションとかね、めっちゃいいよね。グランジかっこいいよね。グランジファッション、そうだね、カジュアルだね。服ってさ、無限に世の中溢れてるよね。ワンピースとかもすごい好きなんだけどさ、結構まあカジュアルめな服もめっちゃ好きだし、なんかあんまり性別を感じさせないような服がすごい好きで、そういう服にもねチャレンジしていきたいけど、みんなってさ、どんな
が好きなんだろう。あゆみさんにエモだとかグなんだっけそれ着てみてほしい。着てみたいな、いろいろね挑戦してね。お洋服大事、シース系がいいよ、シース系がいいよ、ワンピース系。ギャルっぽいのが好き、ギャル可愛いよね。地雷系、地雷系もねいいよね。ストリートもいい。ファッションかっこいい、ファッション好きだな。ハンクルージュさんの時の意味、ああいう感じ。じゃあ結構アリスがいつも来そうな感じとか。うん、みんなねおしゃれだよね。おへそ出し系、ミニスカ、ハニーシナモンあんま着ないね全然。私服交換ね、サイズ合うかな。波的なおじさま起床しました。おはようございます。おはようございます。おじさま、おじさまが起きた。お目覚めですか。あのちゃみとかパジャマで外行くマジで楽だよね。あのちゃんさん可愛いよね。ペット、ではでは、そろそろこの辺で。あっという間だけど、あっという間だったな、めっちゃ時間。今日は朝配信をありがとうございました。いなくならないで、初めての人だから。すちゃん、あいみんのおかげで用意しなくて済んだよ。あらよかった。唐突のお別れ、お別れはいきなり来ますよ。みんな二度寝するの。今日のスクション漏れてる。ちょっとなんかさ、やっぱすっぴんってきついよね。ごめんね、すっぴんで。
そうでしょ、ありがとう、嬉しい一日になりますように。かわいい、みんなもハッピーな一日になりますように。 Have a nice day。 Have a nice day。今日もね、お仕事あるよ、学校あるよ、時間あるよとか、そのあともろもろ予定がある方は頑張ってね、ファイティンだよ。ファイティン。じゃあランキングを読ませていただきたいと思います。出かける準備しなきゃなのに、アイミンから目が離せなかったありがとう、準備しながらね、聞いたりとかでもよかったのに、ありがとう。じゃあランキングを読ませていただきますね。夜配信はできたらしたいと思います。したいな、夜配信したいな。もし夜配信したら見てね。夜配信したいです。じゃあランキング読ませていただきます。13位、巻き、のり巻きせんべい、プチ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 。12位、マッコイ、プチ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 。11位、 FJ、 プチ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 。10位、ヨッシー、プチ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 。9位、カナ、プチ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 。8位、ゆずきち、プチ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 。7位、 TM マン、プチ。6位、シド、プチ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 。5位、サイアス、プチプチプチ。4位、レグルス、プチプチプチ。3位、ワタナビ、プチ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 。2位、パルちゃん、プチ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 。1位は、ドルルルジャン、クマプ、プチプチ。ペチ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 ペフォローをポチッとよろしくお願いします。ごめんね、ダラダラ配信でしたけど、見に来てくれた方ありがとうございました。編集グループは申し込んで、お、ありがとう、楽しみだよね。結構ね、あとちょっとだよね、10月。編集ありがとう、チキンバーガーでいい、うん、チキンバーガーよろしく。まだね、食べてないからさ昼ポミ石原なんすか、チキンバーガーみんなね食べてさ、エネルギーチャージしてね。めっちゃマック押す人やん。そんなプロモーションじゃないので。でもじゃあ今日はありがとうございました。また夜できたら配信します。 Twitter とインスタのフォローもよろしくね。じゃん、またね、ありがとう、見に来てくれて。じゃあね、ありがとう。